その自然をその自然科学者的な態度で記述し尽くそうと思っていろいろやっていてもその裏を書くようにしてなおかつ自然は驚きをその見せてくれる。その写真って瞬間の技術技法だというふうに捉えられがちなんだけれども彼の場合はやっぱりそこにもっとはるかに持続的な視線が絡んでると思うんだよね。I am living in Tokyo and I'm going back to my hometown to know if my family are safe. Papa はね、なんか物事を肯定的に捉える人でしたね。何をされようとしてるんだろう、どこに行くんだろうっていう思いがすごくよぎったんですね。Yeah, before, I didn't feel like anything about displaying or showing this kind of photograph to people.Participer de ce que on peut appeler le sentiment de réconfort après une catastrophe, sans que ça ait du tout de connotation religieuse ou même de pitié. Photojournalisme, nos 写真っていうのは非常にこう正確な言論、正確な映像ばかり見せられていると、たとえそれがですね、人の笑顔であっても。自分の心が解放されていく感じがなくて複雑になってしまった僕らの気持ちはそれだけだとうまくほぐれていかないですね。